速開始。お願いします。相手の得意戦法は右四間飛車です。右四間飛車、三間飛車、まあ、しかしこれは右四間ではないですね、多分ね。畳の学校でも急戦調の将棋になりそうですね。まあ急戦対策だったら6七銀型ですね。まあ右四間飛車っつってもさ、対飛車の右四間と対振り飛車の右四間ちょっと違いますもんね。これ引き飛車があるか、まあ、銀上がったら、でもここつかないと9五銀出られちゃうとちょっとやらしいですからね。これ角引くのか。おお、はいはい。これ角上がるのが、まあ、定石であって、自分自ら考えた手というわけではありませんね。まあ、定石という名のね、教科書に、頼ってるだけのね、情けない。まあ、これ同歩と取っちゃったらまずいのか。同角なり角ぶつけ。取っちゃったら角なってくる。で、角ぶつけたら、あ、取るんだ。あ、で、か、うん、あ、はあ、はあ、はあ、そうか、そうか、そうか。はい、はい、はい。でも、角打ちますけどね。もう角合わせるか。で、飛車走るか。まあ、でも、これ、相手が歩得というのは、あんまり大した話ではないというね。ほう。まあ、でも、まあ、金があるか。まあ、依然としてね、強取りが残っているわけですね。まあ、そういえばさ、中学生の藤井聡太さんが28連勝したというニュースがさ、もう将棋とは何の関係もない、なんかニュース番組とかでもう盛んにやってますよね。これ叩きなんじゃない、叩き。これ飛車取るしかないんじゃない。もう将棋の話題なんてさ、名人戦とか竜王戦みたいなタイトル戦でもそんなさ、そのね、一般 のテレビ番組とかであんまり紹介されないですからね。これはもう、これは無視かな。これ逃げてもしょうが、逃げてもこれ銀打ってもしょう、まあ、これはもうこうだな。金取られますけど、まあ、この銀も遊んでますからね。これはいやー難しいけど、まあ、飛車でも打っとくのかな。まあ、馬道止まっちゃうのはちょっと気になりはするんですけど、まあ、一応銀取りというね。お、まあ、そう、逃げてくれた方がありがたいかもしれないですね。これは逃げる。いや、でも私は別に藤井さんを応援してるわけではないですね。なんかさ、藤井さんをさ、応援してる人たくさんいると思うんですけど、そういう人ってさ、これ馬引くのがいいことじゃない。そういう人ってさ、藤井さんが強いらしいよって話を聞いて応援してるんですよね。それってなんかずるくねえかと思いますけど、ね、これ取ったら同桂成とすんの。そこでまあこれ取っちゃって、同とでこの成銀を払えば、これで安泰ではないのかな。ああ、でもそうかそうかそうか、はい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 。まあ金とかで絡みついてくるので香車打って、あーでもと金が寄ってくるか。まあ、したら取っちゃえばいいか。あ、そうか。まあ一回この飛車打ちはありますけどね。まあ金寄るんですか。銀とか言ってさ、やっちゃうとダメなのかな。5二銀打ち、同銀のことか。1分。もうやっちゃおうか。もう桂馬先に打った方がいいかな。桂馬打って。あ、桂馬打つのはいいか。これで相手の王様を狭くしておいた方がいいのではないかというね、そういうことなんですよね。そこで銀とか打ったらいいんじゃない。これは厳しいですよ。この3三の地点が塞がってますので、これは取れないですね。おっと、しかしこれは、これね、ならず、ってこう、まあ、ならずですか。うん、で、こう寄ったときに、何で詰むかどうか。
あ、取るんかい。取ったら詰むよね、これ。かぶって。で、竜が入って。ビクトリー。はい、ありがとうございました。あの、私は別に藤井聡太さん応援してないですからね。むしろ、藤井さんの連勝を誰が最初に止めるんだろうってね。その連勝記録を止めた人こそまさに偉人というかね、偉業だなって思ってますから、そのね、藤井さんの連勝を止めた人に私はね、盛大なる拍手を送りたいというつもりで、今この拍手する準備をね、こう手をですね、前にこう、まあ、準備してるんですよ、うん、藤井さんを応援してませんって話をするとなんか嫌なやつって思われるかもしれませんけど、あのさ、将棋っていうのは勝つ人がいれば負ける人もいるわけですよ。だから藤井さんを応援するってことはその相手を応援しないってことですからね。その藤井さんの相手に対して負けろ負けろって言ってるのと同じことですから、今ニュースとかで最年少プロ棋士の藤井聡太四段連勝記録をさらに伸ばす28連勝、ついにプロ棋士の最長連勝記録に並びましたってさ、盛んに報道されてるから、わーわー藤井さんわーわーみたいな感じでさ、なんかみんなが応援してるから僕も応援するみたいな、なんかそんな感じでさ応援してる人いるんでしょうけど、それってさなんかずるいよなって思うんですよね。なんか藤井さんが最近強いらしいよって話を聞いてじゃあ応援するっていうのなんかさ、それって本当の応援団じゃないんじゃないって思うんですよね。本当のファンっていうのはさ、藤井聡太さんが奨励会員の時か、まあ奨励会員の時は知らないかもしれないけど、プロに、はい、プロ入りした瞬間からさ、よしこの人応援しようってさ、それが本当のファンでしょ。もう連勝記録をどん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 ね、更新し続けてる、最近強いらしいよ、めっちゃ強い中学生がいるらしいよって話を聞いて応援するなんてさ、なんかさ、なんなのそれってね。それってただ流行を追いかけてるだけじゃんって思うんですけどね、うん、でそうやって流行を追いかけないで、いや僕は藤井さんのこと別に応援しないから早く連勝記録止まれってね、その連勝記録早く誰か止めてくれよ、暴走ストップしてくれよっていう人はなんか嫌な感じって思うんでしょ。どうせ多くの人はなんかさねえって思うんですけどね。まあでも日本人なんて所詮そんなもんですよね。だってさ、何年か前にさ民主党が政権交代するぞって言って、なんか民主党が選挙で勝ちそうだっていう報道が流れた時になんかさ街中歩いてたんですよ。そしたらさ自分と同年代の人たちがなんか今度民主党が勝つらしいよ、へえそうなんだ、じゃあ俺も民主党に一票入れてみようかななんて話をしてましたからね。民主党が勝ちそうだ、ああじゃあ勝ち馬に乗って自分民主党に入れておこう、ああでも最近民主党ダメらしいよ、自民党がまた与党になるらしい、ああじゃあ今度は自民党入れてみようかな。これがさ所詮日本人の大多数のさ感覚なんでしょそんなの本当のファンじゃないですからね。選挙にしろ将棋にしろさ、そんなのさただのさ多数派応援団じゃん。なんかたくさんの人が支持してる人に自分も乗っかってファンになる、ファンのふりをするっていうのかな。まあでもそんなのもう選挙とか将棋とかだけじゃなくてさ、アイドルもそうでしょ所詮アイドルなんてさ他の人がキャーキャー言ってるから自分もファンになるんでしょそんなそんねえ、うん